はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 A のメネラウスの定理丸一をお送りします。で、前回チェバが、終わったので、ここからメネラウスですね。まあチェバとメネラウスはほぼセットで勉強するとこなんですが、で、まあメネラウスのスタートなのでポイント1問で問題2問計3問となっておりますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、自分の方が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まずポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、さっきも話したように、このメネラウスと前回までにやったチェバはですね、ほぼセットですごく似てるのね。で、チェバに関しては、まあ、その動画見てもらえたらありがたいんですけど、三角形があったら、その頂点から対辺に向かってピーって全部引いて、それが一点で交わってるっていうのが発動条件なのね、チェバの。で、メネラウスも三角形なんですけど、何が違うかっていうと、これ、ABC っていう三角形があるじゃないですか。三角形に一本直線が刺さってる感じ。スパン。今回、この RQP を通ってるこいつが刺さってるのね。で、AB にはここで交わってて、AC ではここで交わってて、BC は延長してるけど P で交わってるでしょ。だから一本刺さった状態で、その辺もしくは延長したものと各、まあ一箇所ずつね、交わってる時、これの時に発動できますメネラウスは。で、この公式イコール1、チェバと同じだね。じゃあ左側どうなるかっていうと、先に言うとチェバと同じです。ここそう、メネラウスの定理とチェバの定理っていうのは同じなんです。ものが違うんだけどね、ここの状態は。で、本当は公式通り書くんだったら、なんだっけ、教科書通り書いた方がいいんですけど、自分がね、好きでやるのはこう右回りとか左回りでやるのが好きなので、例えば AQ と QC ってこう右回りでなぞっていくとなるので、 AQ 分の QC かける、で、ここなんですけど、P が中に入ってる、あのチェバの時ね、を一番理想で考えてほしいので、P が中に入ってると思って、CP 分の PB って考えてください。で、これが分かりにくい場合は、その学校の先生とかね、塾の先生の分かりやすい方で対応してもらって構わないので。で、R 中に入ってるから、BR 分の RA。まあ、アルファベットが逆になってるのはお許しください。で、この3つかけたものがイコール1だよっていう。で、これは左回りでやって、AR 分の RB かける BP 分の PC かける CQ 分の QA イコール1でももちろん OK です。メネラウスもね。まあ、これがメネラウスの定理でございます。じゃあ、それ使って、辺求めていくんですが、まあ、これはまず2番はね、もろにあの状態と同じです。で、辺の長さが出てるので、まあ、これは、左で行くとまた x 分の4で分母に x 来てしまうので、まあいいんだけどね、解けるんだけど、まあ分子に来た方が分かりやすいんで右回りで行きましょうか。だから3分の2だね。3分の2かける、これ入ってるよね。あ、 OK。 で、p が中にあると思ったら cp 分の pb なのね。だから cp が3だから3分の pb なんで、この9になります。これちょっと気をつけてね、ここちょっとミスりやすいんで。だから9でかける BR 分の RA だから4分の X イコール1で、ここ約分できて、ここもだから2分の X が残るのか、だから両辺2かけて答え X イコール2だよっていうね、なんとシンプルなんでしょうっていう感じで。3番なんですけど、ちょっとこっちのがつまずくことが出てくるかもしれないです、自分の、まあ、感覚ですけど。で、なんでつまずくかっていうと、どこで使うかが分かんなくなるんです。で、今回はですね、辺の長さを書かなかったので、ちょっと分かりやすくなってます。これをね、全部の辺の長さ書かれると、ちょっとパニクる子も出てくるんですけど、これ、三角形 ABC を主役で考えるのではなく、三角形 PBC。これを主役で考えてください。で、そこに、これが刺さってるんです。こいつが。だから、これ消してしまったら多分分かりやすいの。わーっと書いたんだけど、これね。こういう感じ。のが分かりやすい。そうすると、ここの PB の直線は A で交わってる。PC は Q で交わってる。BC は R で交わってるでしょ。
だからそれで考える。いいかな。これを見つけられれば問題ないです。で、今回はここの辺とここの辺とここの辺に長さが書いてあるから、あ、この3つの辺使うんだなって思ってもらって構わないんだよね。 AC に辺の長さ書いてなかったんで AC 使えないからさ、辺の長さ書いてないとこのチェバもメネラウスも発動できないんでね。だからこのまま行きます。で、これはね、ここに X を使ってるので、まあ、どっち回りでも同じになるんだけど、どうしようかな、まあ、今度左回りで行ってみようか。で、最初はちょっと気をつけなきゃいけなくって、A が外に出てます。で、A が、このね、交点の部分が中に入ってると思って公式を使う。だから、まず、PA 分の AB になります。いいかい？ A が中に入ってると思って、PA 分の、PA 分の AB。だから、PA が2なんで、2分の AB だから、X プラス2になります。だから、X プラス2。ここちょっと気をつけましょう。で、かける。で、ここはいいね。3分の4。かける。で、ここも中に入ってるから、4分の1と。で、これがイコール1になります。で、約分して、6分の x プラスになるから、両辺6をかけて、まあ、一応、ちょっとこっち来てやってみようか。6をかけると、x プラス2イコール6になる。で、2持ってくればいいから、x イコール4となって、これで終了となります。まあメネラウスの方がチェバより見つけにくい時がちょっと出てくるんですけど、まあこんな感じでどの三角形にこう、まあ、槍がっていうかね、一本直線が刺さってるのかなっていうのを見つけられれば、 あメネラウスじゃんっていうことができますので、まあ、そんな感じでぜひやってみてください。では今回は高校数学数 A のメネラウスの定理丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、メネラウス数はですね、あと1本か、丸2まで続きますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。もじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。